気分はどうだ？最高。ほら食べなさい。お腹が空いたろ。だいぶ時間が経ってる。何の肉？鹿だ。他の肉も混ざってるでしょ。いや、約束するよ。それは鹿だけだ。この獣。なあ、決めつけるのは早いぞ。君とお友達だってこれまで何人殺した？他に方法がなかった。ああ、俺たちだって同じさ。だろ？殺すから生きられる。みんなそうさ。生きるためには何でもやっていくしかないんだよ。だから何？生きるために私を切り刻む。いや、やめておこう。名前を教えてくれ。あんたは最低の人間だ。それは誤解だよ。俺は正直なだけだ。そっちも正直になれよ。他の奴らを説得できなくなる。説得って何？仲間になるって分からせる。君は特別だと。あ、そう。このバカなクソガキめ、お前を生かしておくのが実に難しくなったぞ。仲間に何て言えばいいんだ。エリー、何？こう言って。女の子の名はエリーで、指をぶち折られたってね。なんて言ったかな。そう、切り刻むだ。明日の朝会おう。そこにいろ。さて、女の子だ。生きてるか？女の子？そんなの知らねえよ。いいか、よく聞くんだ。このままお前の膝を割る。どうだ？生きてる。デビッドのペットにされてる。どこだ？マジだ、マジにいる。どこにいるか刺すんだ。仲間にも同じことをさせるから、そのつもりでな。刺せ。ここだよ。あいつにも聞け、間違いない。早く。本当だって。嘘じゃねえ、嘘じゃ。な
何なんだよ。ちゃんと教えたじゃねえか。俺は喋らねえぞ。そうなのか。しょうがないな。待て、待て。おい、起きろ。来い。離して。やだ。静かに。だから言ったろ。感染してる。感染者なの。そうか。あんたもね。腕だよ、袖めくって見なよ。面白い。なんだっけ、全ての出来事は運命だ。なんだよそれ。嘘だ、もう発症するはずだろう。どう見ても本物だろ。心があるな。あ、諦めてもいいんだぞ。決して恥じゃない。やらないよな。お前はそんな子じゃない。命乞いしてみろ。クソ野郎。俺を分かったつもりか。どんな勘違いだ。お前が想像するよりはるかに恐ろしいことになる。エリー、よせよせ。落ち着かないでよ。大丈夫、俺だ俺だ俺だ。見ろ見ろ、俺だ。あいつが。かわいそうに。大丈夫、大丈夫だ。大丈夫。聞いてたか。うん、何。見ろ、病院だ。ここで降りよう。さあ行くぞ。いい風だな。こんな日にはポーチに座ってさ、ギターを弾いたもんだ。家に帰ったらギターを教えてやるよ。ああ、きっと気に入るぞ。どう思う？聞いてるのか？え？ああ、そうだね、いいんじゃない？